知られてもらいます、広島のね、地元に出させた曲です。実は私のね、住んでる家の前にね、川が流れてましてね、太田川が水系、そこにね、皆さんヌートリアという生き物をご存知でしょうか。でっかいネズミいるんですよ、うちの川にもね、独身のヌートリアが一頭ずーっと一匹で住んでるんですよ。いつになったらこいつ家族できるかなと思ってるんですけどね、もうほとんどね、ヌートリア版男オイドンの世界になっておりますね。わかんないと思って、オイドンといっても、そういうことで、ね、でもヌートリアっていうのは本当は悲しい歴史がありましてね、人間に勝手に向こうのね、南アメリカ大陸とかがね、連れてこられて、戦時中に毛皮になるとか、防寒のあと肉が美味しいとか言うんでね、連れてこられて、それで戦争終わって、勝手に野放しになって、繁殖したらね、適応しちゃって、今度は害獣扱い。で、いつもね、魚取りの漁師さんにはね、シジミ取りか、シジミ取りのおじさんにはシジミを食い散らかすというんでね、目の敵にされ、お百姓さんには田んぼのあぜ道を崩すというのでね、目の敵にされ、でもヌートリアっておとなしいんですよね。絶対ね、人間に歯向かったりしないです。そこで僕は思いました。君たちそんなにね、大人らしくねしてたらダメだよ。たまには牙をむき出してカプーとね、お役所さんや漁師さんに人間に抵抗してみなさいと、そういう思いをね、決めて、思って作りました。ちなみに太田川に住んでるので、そのヌートリアのことを僕たちは勝手に太田くんと名付けております。ヌートリア太田くんの逆襲というかお願いします。でまず脳の血管が怒りのままプチンと切れるところが、もう一曲聴きたいですか皆さん。じゃあ